日本神奈川県横浜市磯区新磯子町、新磯子町は、神奈川県横浜市磯区の町名、定番を持たない単独町名である、住居表示水宿域。2017年12月31日現在、の人口は少数のため秘匿となっている。秘匿されていない最後の記録である2003年12月31日、現在の人口は42人。 郵便番号は235-0017。磯国沿岸部に位置する。南西で、新森町、西から北にかけて、磯子に接し、東から南にかけては、根岸湾に面している。根岸湾岸の埋め立て地にあり、ほぼ全域が工業地とされる。根岸湾に張り出した半島上の区域には、東京電力南横浜火力発電所。 電源開発イソゴ火力発電所の二つの火力発電所と東京ガス、ネギシエルエ基地があり、近隣のエネオスネギシ製油所とともに、首都圏のエネルギー供給基地として重要な役割を果たしている。計画当初は昭和電工が工場進出を予定していたが中止となり、予定地には東京ガスの LNG 貯蔵施設及び日本調低温や東京炭酸などの 東京ガス関連企業が進出している。半島の突端には、横浜市環境創造局の水再生センター、横浜市資源循環局磯子事務所、磯子海釣り施設などがある。JR 根岸線沿いの地区には、朝日市業、リバースチール、東芝及び、聖火市場が進出している。堀割川の川口付近にある、宇部三菱セメントの貯蔵施設では、 セメント運搬船による海上輸送が行われている。面積は63万7000平方メートル。ネギシワ埋め立て計画第2期地区として、1961年7月から1964年12月にかけて埋め立てられた。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。左の煙突が東京電力南横浜火力発電所。 右の煙突は、電源開発位相火力発電所。ありがとうございます。